日本神奈川県川崎市中原区小杉御店町小杉御店町は川崎市中原区の町名。現行行政地名は小杉御店町1丁目及び小杉御店町2丁目。住居表示未実施区域。郵便番号211-0068。小杉御店町は武蔵小杉駅の北新丸子駅の西に位置する。東南側に武蔵小杉駅のある 小杉町、東側に、小杉神谷町、西南で今井上町、西で、上小田中及び区内、北には、轟緑,緑地のある轟きに接している。玉川からも近い。また、町内を東西に、中原街道が、町の東端を、府中街道が貫通する。近年再開発が著しいわゆる武蔵、小杉エリアの一角であるが、全体的に、住宅地で、 特に駅から遠い北側の一丁目は未だ道が非常に狭く入り組み、昔ながらの住宅地の面影を残す。幹線である中原街道も例外ではなく、歩道もない上に町の中央でクランク状に折れ曲がっている。クランク状の道は上野広工事など将軍が往来した道にあるものと同様である。町名の由来は中原街道上にあった。 将軍の宿泊地である小杉御殿がこの地にあったことから、現在は西明寺境内の跡地に石踏みが残るのみである。小杉御殿跡地の彦杉御殿は、江戸時代初期に中原街道上に設置された本陣である。江戸時代初期にはまだ東海道は整備されておらず、中原街道が江戸と西方を結ぶ主要な街道であった。徳川家康も、 寸布との往復に用いたという。この地にはその将軍の宿泊地としての本陣が設けられており、これが小杉御殿である。中原街道がクランク状になった場所の西側、現在の西、明寺の境内を含む場所にあった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。町内に東急バス、川崎市営バスが運行している。ありがとうございます。